もうハンカチは必須、いやもうバスタオル、いや絨毯濡れるぐらい泣きます。よいアクションおきたきです。お願いします。さあ今日はですね、金曜日から公開されました今一番泣けるアニメとしても有名なあの作品の劇場版行ってまいりました、バイオレットエヴァーガーデンについて今日は紹介していきたいと思います。いやもうこの作品今もう絶賛公開中で、映画館ももうほとんど満席状態っていうぐらいに人気な作品なんですが、なぜこの作品がそこまで人気なのか、バイオレットエヴァーガーデンについていまいち知らないよっていう方はですね、簡単なあらすじの方を紹介していきたいと思います。舞台は戦争によって疲弊しきってしまった混沌とした世界。そんな中、孤児として軍に拾われた主人公の少女はですね、兵器として育てられようとしていたんですが、その軍のある少佐がですね、彼女のことは武器ではなく人として人間として育てようと彼女のことを引き取るんですよね。少佐は彼女にバイオレット・エヴァーガーデンという名前をつけ、献身的に彼女のことを支えていたんですが、そんな彼の思いとは裏腹に彼女は戦争へと駆り出されてしまうんですよね。兵器として育てられた彼女は少佐の命令ならどんなものでも絶対に聞くという、まさに武器のような人間になってしまっているんです。戦争も終わりへと近づこうとしていたある時、任務中に少佐は致命的な負傷を負ってしまうんですよね。バイオレットもろとも大ピンチのこの状況で、少佐は彼女にある命令を下します。バイオレット、君は生きろと。しかしバイオレットは少佐のことを依存的なまでに慕っていますから、そんなことを聞くことはできません。少佐を助けようと奮闘するんですが、彼は垂れ続きに彼女に最後の命令を下します。いいかバイオレット、君は生きるんだ、君のことを愛していると。命令ということもあり、彼女はしぶしぶその戦地から生きて逃げ延びることに成功するんですが、肝心の少佐は安否不明、生きているのか死んでいるのかさえもわからない状態になってしまったんですよね。そして彼女は戦争という自分のアイデンティティを失い、そして少佐という自分の道しるべを失ってしまうんです。これから一体どうしていけばいいのだろうか、そんな迷っている中ですね、彼女は自動手記人形という仕事に就くんですよね。この仕事はですね、まあのっぴきならない事情によって手紙を書けない人のために代筆して、その人の思いを代わりに書き相手に届けるという、まあ、いわゆる代筆の仕事なんですよね。この仕事を通して彼女は少佐が自分に最後に下した命令、愛しているの意味を探ろうとするという物語になっております。めちゃめちゃ泣けるのよ。この作品のテーマにもなっている愛っていうのをね、バイオレットは知らないと。そんな中、手紙の代筆の仕事をしていくうちに、いろんな人の思い、いろんな人の愛っていうのに直に触れていくんですよね。手紙っていうのは直にその人に思いを伝える、思いをつなげるツールですから、友愛であったり親子愛であったり家族愛であったり兄弟愛であったり恋愛であったり、いろんな愛っていうのに触れていく。そしてそのうちにバイオレットは涙を知っていくと。そんな彼女の純粋な成長っぷりっていうのが、もう涙腺崩壊、そしてそんなバイオレットエヴァーガーデンの完結編となる今回の劇場版、堂々たるグランドフィナーレでしたね。めちゃめちゃ泣けました。愛も変わらず繊細な映像美、京都アニメーションならではの繊細なタッチで紡がれるその物語に開始5秒で泣いちゃうのよ。今回はですね、こちらの作品ネタバレありで感想の方を言っていこうと思いますので、先ほどの紹介を聞いてね、あ、バイオレットエヴァーガーデン見てみたいなと思った方はネットフリックスで絶賛配信しておりますので、そちらを見て、映画を見て帰ってきていただければなと思います。さあこちらの作品、今回の作品ちょっと賛否両論チックなね展開になってましたよね。バイオレットがずっと思いを馳せている少佐の生存というのが確認されて、実は少佐は生きていましたということが発覚するんですよね。ある島で逃げて隠居生活を送っていた少佐の生存というのが分かったバイオレット、胃の一番で彼に会いに行こうとするんですが、少佐は彼女の思いを聞き入ろうとはせず、会いたくないの一点張り。そんな中、彼女が代筆の仕事として触れていたユリスという一人の少年、彼は余命わずかな大病を患っていまして、そんな自分の病気に嫌気がさし家族に強く当たっているんですが、本当のところはね、家族のことを愛していると。なんで自分が死んだ後、
家族に届くようにとバイオレットに手紙をお願いするんです。さあこの展開、もちろんバイオレットエヴァーガーデンを見た方ならピンとくると思います。そう、アニメシリーズの中で神回と言われていたあの10話にちょっと通ずるところがあるんですよね。今回の劇場版の何が素晴らしいって、きちんとこれまでのアニメシリーズを周到した上で展開されているんですよね。ここがめちゃくちゃ高ポイントなんですけど、早速冒頭からね、先ほども言った神回あの10話の続きから展開されていると、もうアニメ見た人ならもう号泣もんなわけですよ。あの人の、ずるいって監督。少佐が生きていたというこの事実ね、やっぱりこうバイオレットエヴァーガーデン好きな人とかバイオレットエヴァーガーデンを見ている人からしたら、生きとったんかいと、少佐は死んどったからこそのあの涙だったんじゃないのと、ちょっとがっかりした人も、まあ、少なからずいるとは思うんですけど、僕はね、生きててよかったなって心の底から思えるんです。だってバイオレットは少佐が自分に下してくれた命令、愛してるの意味っていうのを知るために彼女はドールの仕事をしてるわけですよ。そんな中でどんどんと分かっていくいろんな愛の形、でも彼女の中でまだ答えは定まってないんです。少佐が自分に投げてくれたあの愛は一体何だったのか、友愛なのか敬愛なのか親子愛なのか何の愛なのか、いまいち彼女分かってはないんです。愛っていうのが何なのかは分かったけど、少佐の思いは未だに分かってない。そしてバイオレット自身が抱いている少佐に対する愛、これもいまいち彼女自身分かってないんですよね。だからこそその答え合わせができるのは少佐しかいないわけですよ。だから生きてなきゃ、だから生きてバイオレットに思いを伝えなきゃちゃんと。でやっぱりこの作品キーとなっているね、手紙っていうのが今作ではちょっと揺らぐんですよね。時代は移り変わっていき、電話という新たな伝達手段が現れるんです。この電話によってドールの仕事っていうのはどんどん追いやられてしまうんですよね。そしてあのユリスと彼が最後に思いを伝えたかった親友とのね、あの連絡手段、あそこもまあ泣けたわけですよ。ああ最後の最後は手紙じゃなく直の声、自分の生の声を届けることができる電話が筆頭に立ってしまうんだなと。そして手紙や電話、いろんなツールで思いを伝えてきたバイオレットエヴァーガーデンの物語が、しかし一番最後、バイオレット自身が、主人公が自分が一番思いを伝えたかった人に対するアプローチの仕方は言葉なんですよね。手紙でも電話でもなく生の声を目の前にいる人に届けると、これが一番人の思いが伝わる手段なんですよと。そういったね、ある種これまでのバイオレットエヴァーガーデンを否定しつつもバイオレット自身の物語を肯定していると。でもちゃんとそれまでにね、バイオレットは少佐に対する手紙っていうのを綴ってますから、その手紙を経て少佐はね、彼女に思いを直に届けようと覚悟を決心をして彼女の元に走って会いに行くわけじゃないですか。だからあくまでも手紙っていうのはプロセスに過ぎないんだと。その人が目の前にいるならば、その人にもし会えるならば、会って思いを伝えるに越したことはないでしょと。泣けたね。彼女の胸でずっとまたたいている少佐からもらったエバーグリーンのブローチなんかもいいアクセントかましててさ、ね、もう本当にスクリーンね、本当にほとんど満席でめちゃくちゃ人いたんですけど、劇中幾度となくねっていう声がまばらに聞こえるのよ。もうだから映画館が包まれてましたよね、優しさに。やっぱりこの作品さらに特筆するべきポイントっていうのは生と死ですよね。バイオレットが代筆を担当したユリス君、彼の死と、死んでいたと思っていたはずの少佐の生きていたという事実ね、死と生を同時に描いているっていうところがめちゃくちゃすごいなと思ったんですよ。死から得られた新たな絆であったり新たな愛、そして生きていたからこそ生から得られた新たなる絆、新たなる関係性、そして新たなる別れとね。社長のさ、打ち上げ花火を見上げながらふと横を見るといない、あの喪失感の切なさね、本当にもうマジで最高でした。ネットリックスの方ではですね、外伝となる劇場版一作目も公開されているんで、外伝とは思えんぐらい泣けるわけですよ。繊細な世界観から紡がれる美しい愛の物語、ぜひバイオレットエヴァーガーデン劇場でその目に焼き付けていただければなと思います。今一番泣けるアニメバイオレットエヴァーガーデンを紹介させていただきました。以上、沖田雄貴でした。僕はアニメシリーズではね、あの劇作家の人とのエピソードがめっちゃ好きなんですけど、もう素晴らしかったですよね。これまでのアニメシリーズに出てきた登場人物なんかもちらほら出てきたりなんかして、泣けたね。
で、やっぱりこの京都アニメーション、京アニが手掛けているっていうところもね、やっぱアニメ好きの方からしたらさらなる涙腺ポイントだと思うんですよ。アニメーターだからこその魂っていうのをね、全面的に感じましたよね。何も冒頭のロゴが出た瞬間からちょっとうるっときたんですけど、いや最高でしたね。もう本当だから京アニありがとうですよ。今日はにありがとう。そしてこれからもお願いしますと。そして今作に携わってくれたね、声優の方々、作画の方々も、原作者の方々も、すべてに愛を持ってありがとうと伝えたい。正直、ヴァイオレット・ヴァーガーデン初めて知りましたよっていう方はね、これを機にぜひ見ていただければなと思います。もうほんと、ただ、あのヴァイオレット・ヴァーガーデンの PR 動画でした。バイバイ。